僕の水槽日記へようこそなのだ。今日は僕が管理している水槽の一つチェックスのラクテリアについて紹介したいと思うのだ。ラクテリアというのはこちら、30センチの規格水槽に照明とフィルターが一体になった、いわゆるオールインワン水槽なのだ。この水槽の特徴は、なんといっても水替え作業を楽にできる蛇口がついているところで、この蛇口を使うことでポンプで水を吸い出す手間を省くことができて、簡単に水替え作業をすることができるのだ。ただフィルター性能は少し頼りなくて、用意されてるのはジェックスのスリムマットが1枚だけ。このスリムマット1枚というのは小型の外掛けフィルターと同じなのだ。外掛け式フィルターっていうのはこんな感じの水槽の縁に引っ掛けて使うフィルターのことで、他の種類のフィルターに比べてろ過能力が少し弱いっていう特徴があるのだ。そんな外掛け式フィルターの、しかも小型のマットが1枚だけ。これだとこのフィルターだけでろ過を行うのは少し頼りないと思うのだ。しかもスリムマットが1枚だけってことは、マットを交換するときにせっかくついたバクテリアも全て捨ててしまうことになるから、マットの交換をした後に水質が急変してしまったり環境が悪くなっちゃったりするリスクがあるので、少し気難しいかなって気がするのだ。このろ過問題については後でしっかり解決策を紹介するから、ぜひ最後まで見ていってほしいのだ。次に照明なんだけど、これがまたなんとも貧弱な LED ライトが2箇所、専用のプラフタの裏についてるのだ。この LED ライトは中に入ってる生き物を観察するだけなら全然問題ない明るさなんだけど、このライトだけで一般的な水草を育てたりするのはちょっと難しいかなって思うのだ。ただ陰性水草って呼ばれてるアヌビアス7とかミクロソリウムとか、弱い光でも育てられる種類の水草もあるから、アクアショップで水草を買うときに店員さんに相談して選んでもらうといいのだ。水草についてはまた他の動画で解説していく予定だから、少し待っててほしいのだ。その他にはぴったり閉じる専用の蓋、その蓋に餌をあげるための穴が開いているのだ。この蓋は色がついていて透明じゃないから、上から水槽の中を観察したり、上から照らすタイプの LED ライトを追加したりすることができないようになってるのだ。ただいいところもあって、ぴったり蓋ができるからカニとかイモリとかヤドカリとか脱走名人と言われている生き物を飼うのには向いていると思うのだ。とまあラクテリアの特徴はだいたいこんな感じで、次は実際に稼働しているところを見ながら問題点の解決方法なんかを説明していこうと思うのだ。じゃあここからは実写映像を見ながらいろいろ説明していくのだ。この水槽の中にはグッピーが5匹、ブルーベルベットシュリンプが10匹、ラムズホーンがたくさん入っていて、砂はゼオライトサンド、ヒーターは26度固定の一体型オートヒーター、右の方にはエアリフト式の小さな水中フィルターが設置してあるのだ。蓋についてる穴は普段は塞がっていて、餌をあげるときに回転させてあげることができるのだ。水温がなぜか23度くらいにしかならなくって困ってるのだ。まあここはヒーターを買い替えるか横置きに変えたり、レイアウトを変更したりして少し対策をしないとダメかなって感じなのだ。水槽の右の方にはエアレーション兼サブフィルターとしてエアリフト式の水中フィルター、この水槽のフィルターは止水口と排水口が結構近くにあるから、右の方にも弱めの水流があった方がいいかなって思って設置したのだ。水温計は磁石でガラス面に固定するタイプのものを使っていて、掃除したり邪魔な時に簡単に移動できるようになってるのだ。水草は溶岩石に活着させたアヌビアス7口とミクロソリウムが2種類入ってるのだ。
流れはかなり穏やかだから、やっぱりエアレーションは必要なのかなって思うのだ。これがこの水槽のメインフィルターのろ過マット。そしてこれが、これふたを開けた状態で、使うものじゃないからね、これじゃあ持ち上げらんないね。本当はこれを引き上げた後に回転させて水槽の外に出して下げると水が排出されるのだ。ちょっと写真で申し訳ないんだけど、こんな感じで蓋を閉めた状態で蛇口を持ち上げて水を排出することができるのだ。でも僕は他の水槽と一緒に水替えをする関係でこの機能は使ってないんだけど、もしこの機能を使うのなら水槽の左側にペットボトルとかが置けるスペースが必要になるのだ。このフィルターの中のポンプがあるところに謎のスペースがあって、ここにセラミックろ材なんかを詰め込むことができるから、そのろ材にバクテリアを沸かせればマットを交換してもバクテリアを失わずに済むようにできるのだ。まとめるとこんな感じ。水草を育てたいのなら弱い光でも育てられる種類を選ぶ。フィルターの中にある大きな隙間にろ材を詰めてバクテリアを定着させる。止水口と排水口が近くにあってフィルター付近に水の流れが偏っちゃうから、右の方にサブフィルターとかエアレーションを追加して水流が水槽全体を回るようにするといいのだ。あとさっき言い忘れちゃったんだけど、止水口の穴が結構大きいから、もしグッピーとかの繁殖を狙ってるのなら稚魚が吸い込まれないように何かしら対策が必要かなって思うのだ。あと止水口の位置が結構上の方にあるから、お魚に餌をあげるときはフィルターを止めた方がいいと思うんだけど、電源コードに中間スイッチがなかったり、フィルター本体に有料調節機能がなかったりするから、コンセントを抜き差ししやすいように配線するか追加でスイッチをかませると管理が楽になるのだ。オールインワン水槽ってデザインに全振りして性能の割には割高なイメージがあるけど、ラクテリアは露材を追加できるし形が奇抜じゃないから、一般的なアクアリウム用品が結構使えて拡張性が高いと思うから、これからアクアリウムを始める初心者さんにもおすすめできる水槽なのだ。僕はホームセンターの半額セールでたまたま安くなってたやつを買ったんだけど、定価で買うと8000円くらいしちゃうから、ぜひ安くなってるところを見つけて買ってみるといいのだ。今日の動画はこんな感じ。これからも不定期だけどアクアリウムの動画を上げていこうかと思ってるから、楽しみに待っててね。それじゃあ。